あ、泡も美味しい。何ですかこれ。うわー、すごいシェフがいるとしか思わない。ワインですよ、ワイン。はい、こんなうまいの食ったことない。おはようございます、カパパです。はい、ここはね、尾瀬三池の駐車場です。今日から2日間尾瀬を楽しんできます。で、1日目の今日は日内ヶ岳に登ります。はい、それでは行きましょう。はい、登山口はね、もうおなじみ三池の駐車場の端っこです。はい、こっから行きます。このね、三池からは、沼山峠経由、あとは日内ヶ岳、あとは日内裏林道、まあ、3つのコースがあるんですが、今日僕らが行くのは、日内ヶ岳を登りますので、日内ヶ岳の直登のコースですね。はい、このね、ちっちゃい道しるべ、ここを左に行きます。ああ、早くも天国ゾーン。早いな、今日は天国ゾーン。晴れてればね、あの会津駒が見えるね。急登の先は青空見えてきた。はあ、そろそろね、広沢田城に着く頃ですね。開けました。はい、ここはね、広沢田城です。はい、ちょうど三池からね、55分かな、ゆっくりでしたけど、いやー、草もみじになってますね。
こに見えるのはね、さっき通ってきた広沢田代ですね。もう見下ろすといいね。はい、出ました。こっちがね、天国じゃない、熊沢田代です。はい、この火打ちのね、北東の斜面ですか、ここは広がる非常にね、丘陵地の美しい田代です。向こうにね、熊沢田代のシンボル、双子の池塘が見えてきました。あそこの休憩地大好き。だこのね、三池ルートはね、まあ、コースタイムは長いし、んでかなりの急登が続くしね。だけどやっぱり人気あるのは、さっき通り過ぎた広沢田代やこの熊沢田代のようなね、もう本当に大勢を代表するような湿原が、まあ、いくつも点在することと、ね、まあ、そういう理由があるから人気なんだと思います。はい、はい、双子の池塘です。あった。はい、はい、あ、ここはね、僕は枯沢って呼んでるとこ。割と広めなところなんで、休憩適地ですね。はい、いやー、登ってきたね。熊沢田代の双子の池塘があんなところに。それで行きましょう。いきなりね、これ8合目はい、はい、まあ次はね、当たり前だけど9合目なんだけど、はい、ここはね、僕一回ね、ずらーっと足滑らせてね、ここちょっと落ちたことがある。はい、おなじみ全てが斜めってる斜面です。いやー、
9号目です。はい、ガスがね、熊沢田城の方に向かってます。はい、はい、やっと来たね。ここはね 9.5 号目日内天国平っていうんですよね。はい、あのね、もうすぐそこが山頂です。山頂下のね、やっぱり唯一平らな場所なんで天国平って言うんですかってコメントが来そうだね。はい、あと10分ぐらいで、日内ヶ岳まな板倉の頂上なんですが、はい日内はね、総地方なんで、てっぺんが2つあります。あっちがね、最高点のある芝安倉ですね。あそこが日内ヶ岳の、まあ、本当の頂上になります。ほら、何人もね、あの急坂登ってますよね一旦まな板登って、一旦コルに降りて、またあそこに登り返します。よいしょ。さあ、出たかな山頂。来たぜ。なんかママがね、登ってきます。最後の最後は岩登りだからね。はい、ご苦労さん。方角的にはね、こっち側で大瀬沼が見えるんですよね。ちょっと、ガスっちゃって見えません。寒いんでねやっぱ山頂行こう。一旦ね、ぐっとコルに降りて、あの登山道を登ってきます。またガスっちゃった。はい、今からね、日内のコルに降りますけど、何も見えない。おお、芝安倉だ。ああ、ギッパだ。ついに来たよ、日内の山頂。芝安倉 2356m。 はい、芝安倉山頂です。ここはね、まな板と違って結構広いです。あれあれ、こっち側ね、尾瀬ヶ原と尾瀬沼が見えるんだけど、今日は全然見えないですね。尾瀬ヶ原や尾瀬沼見下ろしながらご飯食いたいんだけど、ま、こんな感じだから、まあ、山頂でゆっくり飯でも食いましょう。
テレレテッテレーン。あ、メロンパンね。はい、潰れたクリームパンですね。これ別にね、潰れた状態で売ってるわけじゃないからね、これ。それと、あ、鮭ね。鮭おにぎり。はい、日内ヶ岳の芝安倉の山頂、ここから降ります。実は今回はですね、この見晴らし新道を降りてね、今日はね、尾瀬小屋さんにお世話になります。そういうことでございましてね、今日はまな板の方に登り返さなくていいので、非常に気持ちは楽です。さて、降りようか。いや、結構ね、急だよこれ。こんな感じのとこ3時間も降りてくるのは嫌だな、ちょっと。どんどん上がってくるね、ガスが。こっち赤名グレ山ってんだけど、いやー、急とだったね。この見晴らし運動はすごいね。いやー、だんだん平らになってきて、はい、木道ですよ。3時間ぶりに見たら木道。いや、どうも。はいはい、ここはね、ずっと行くと、いや、白砂峠、要は尾瀬沼ですね。はい、ということで、こっち行くと見晴らしです。あの、日内からのね、この見晴らし新道の下り、なかなかね、歩き応えがある、下りでした。見晴らしの小屋群に着きました。いや、長かったな今日は。はい、ということでね、はい、尾瀬小屋さんに着きました。はい、お疲れ様でございます。こんにちは。これが201だね。失礼します。うわ、広っ。おー、メイン通りじゃん。いやー、みんな美味しそうにビール飲んでるなー。なアワも美味しい。ここに到着する時間が遅くなっちゃったんで、プレモルの生は売り切れちゃいました。その代わり、朝日のお瀬小屋ビールだね。ちょっと、
何ですかこれ。お飾りです。うわすごい、シェフがいるとしか思わない。どうぞ。はい。何？何だろう。こんなうまいの食ったことない。な、なんなんだ。肉？肉。うん。何の肉？ステーキです。貝の身って言って1頭の牛から3キロしか取れない部位を使ってるんです。すごい食べんだ。貝の身？貝の身。1皿2枚ぐらい。頑張ってます。貝の身。貝の身。これ辛くね。いいことだよ、うん、高崎牛じゃないのって言えます。おいしい。うめ。これそば粉のクレープ。いや、いい感じでね、もみじってますね。